Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。ハワイから軽井沢に来ました。はい、森の中ですね。最高ですね。本当若嬉しそうだよね。若は木々に、若はって言っちゃったけど、うん、私は木々に囲まれると、うん、やっぱり安心するからね。安心するとなんかもうワクワクしてきちゃって、うん、キラキラしてきちゃって、うん、元気になっちゃう。よかったね、うん、ハワイやめようかも。そういうことではないんだけどあのハワイはハワイでね、うんうん、もちろんその木もあるし空も風も、うん、ハワイにしかない風がもちろんあってそれぞれいいんだけど、多分自分にとってのこの、これがあるとあのすごい自分に戻れるっていうものは時に必要でしょ、うん、まあ時には定期的に必要だね。そうそう、ミヒだったら海、若は木。木どうすんのこれ。海と木、海と木があるところに行くしかないね。海と木、それってさ、うん、あんま木あるけどなかなか、ね、でもそういう木じゃないでしょ、言ってんのは。海にある木じゃないわかるけど、うん、森林だよきっと。そうだね、うん、どうしようね。じゃあでもどっちも大事だから、どっちも陰と陽だから行ったり来たりで、お互い大事だから、うんうん、行ったり来たりすることで、うん、お互いの陰陽がバランスが整うということですね、うんうんうん、そうだね、うん、軽井沢は、まあ、どんな暮らしをしてますかね。軽井沢は、まあ、あんまりね長くいれないっていうのはあるんだけど、うん、まあ、それでも結構友達が泊まりに来たりとか、うんうんうん、毎回必ず行くおなじみのカフェに挨拶に行って、うんうん、そこでゆっくりお話しするとか、うん、あと朝とかにね散歩ね、お散歩する、ね、山の中散歩、山の道をね、まあそのお家がある周りをお散歩するのがすごくいい時間だよね、うんうん、あれが気持ちいい ね、そう、坂道だけだいぶ、そうほらそもそもさ標高1000メートルぐらいあるじゃん。そうだね、だからちょっと気圧も、酸素が薄い、そう中でちょっと 山の方にあるから、うちら、うん、あの坂道すごいよね。坂道すごいよ。歩いてさ、でおしゃべりに夢中になってるとものすごい、うんうん、はあはあ、そう有酸素運動になって、あと汗がすごいかく、寒いのに、ね、冬とかでもね、そう汗かくよね、うん、あれがでもいい時間だよね。そうだね、うん、散歩はいいんだねやっぱり。そうなんかこう、うん、落ち着くところでゆっくり散歩すると、あの普段あんまり話さないこととか話したりとかするし、2人でね散歩するとね、うん、そうだね。まあ、ランニングとかさ、その一人で走るのもいいんだけど、二人で散歩もいいなと思った、うん、全然違う時間だから ね、それは、うん、まあ、その体を動かすっていうところでは被るものはあるけど、まあね。うん、さて今日はですね、揺れてますけれども、わかんないさ。なんで揺れてんの今。いやなんか時々勝手にこう揺れてんだよ、揺れてる方が気持ちいい時ない？いや揺れてると思うよ僕も、自然と、うん、いやだいぶ揺れてるなと思って、うん、これぐらいが今バランスがいいの。ラジオじゃ全然映んないからね、うん、別にそのラジオのためにやってるわけじゃなくて、自分 のこうバランスのためにやってるから、これそのうちでもなんか見えるラジオやるか。そうだね、うん、面白いだとか、揺れ具合とこんなに揺れてるんだって。でもそうなるとあんまり揺れないかも。っていうのがわかるけど、で今日はその質問が来てるんですよ。おお、うん、はい、質問が来ておりまして、ですね、質問は行き詰まってる原因を突き止め、改善方法を見つける良い方法はありますかっていう質問なんですけど、まあ、もうちょっと詳しく言うと、その体調の悪さがなかなか改善されず、ビジネスに取り組むことができる時間がとても少ない状態で、うん、どこから何をどう改善すればいいのか行き詰まっておりますと、うん、これはどうすればいいでしょうか。
体調が今ちょっと優れないんだね、うん、うん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 、まあよくわかるよねその気持ち。焦っちゃうよねほら、うん、そういう時こそ。ただでさえさ体調が悪くなると心が不安定になるから、うん、それだけでもさなんかすごくこうバランスを崩すし、うん、いつも以上に焦ったりとか、うん、なんかねこうぐるぐるしちゃったりとかするしね、うんうんうん、でものすごく力がないような気持ちになったり、うん、不安になったりね、普段不安にならないようなこととか、うん、ちょっとした予定でさえもなんかものすごくプレッシャーに感じてしまったりとかね、うん、なんかそんな風に心の、ね、バランスも崩しやすいから、とてもね何度も私もそういう風になったことがあるので気持ちが分かります、うんうん、どうすればいいのこういう時は。まずね、でもこの質問は行き詰まっている原因を突き止めて改善を見つける方法だとしたら、うん、まずね方法を見つけるというか、まず自分を知るにも、要は何が問題でこうなっているのかとか、何が原因でこうなっているのかっていうことを知るっていうことにも体力がすごく必要なの。そうなの？そうなの。じゃあどうすんの？だからね、まず体力を回復させなくてはいけなくて、うん、で、その今もう一つ言うと体力と気力が必要なの、うん、見つけるためにはね。あ、そうで、多分おそらくその根本的なメッセージ、うん、自分からのメッセージに気づけないと、うん、ま、多分今の状況が続いていって、うん、なかなかこう仕事がねとか自分がやりたいことがやれないっていうような、うんうんうん、そんな状況がこう繰り返されていくような感じになると思うから、うん、とても焦ると思うんだけど、うん、でも一番の近道は、うん、気力と体力を回復させることに一心を注ぐこと。なるほどね、ま、そうそう。で、そうね、だからなんかそのために感情を一回コントロールしていく、うんうんうん、でその感情をどんな感情をコントロールするかっていうと、おそらくこの方の、うん、ね、いただいたお手紙を読む限りでしかわからないけれども、なんか焦りをすごく感じる、うんうんうん、なんか何もできてない自分への焦りとか、うん、あとはね、焦りと自己批判、うん、なんか自分がなんで何にもできてない感じがするっていう感じだったり、うん、なんかすごく自分を弱く感じたりとか、うん、なんかそんな自己批判みたいなのを感じるんだけれども、もし、まあ、あったらちょっと失礼だけども、うん、想像するにね、でなった時にまずそこの2つの感情をちょっとコントロールしていくっていうことをやるんだけど、うん、その方法ってすごく多分人それぞれだと思うんだよね、うん、で私の場合はなんかやっぱり結構頭でぐるぐる考えたり、心が不安になって心の力で体が弱っていくことがすごくあったから、うん、感情のコントロールっていうところを自分が要は安心する状態をどのように作り出すかっていうことをすごく考えたんだよね。でその方法はすごくいくつかあって、うん、まず今一番安心する場所にいるっていうこと。おー、場所そう、結構場を変えただけで一気に体力と気力が蘇ることがあって、それはなんか落ち着く部屋とか落ち着く店とか落ち着く公園と か、 なんかそういう意味の場所でいいよね。そういう一部、そうそう、そういう場所でもいいし、うん、なんか地元に帰るとか。ああ、なるほどね、地元があればね、地元があれば地元に帰るとか、うん、そうね、簡単にそんないろんな場所にさ海外とか行けるわけではないから、うん、でもね、本当に自分にとって安心するなんかものってなんだろうっていうことを思い描いてみて、うん、なんか空が広いとことか、まあ誰か、まあ、例えば友達がいるとことか、うんうんうん、空気があるとことか、うん、こんな感じのとこっていうところを思い描いてみて、なるべく自分が安心できる最善の場所を今あると、うん、自分のね、うん、今自分が持っている場所で最善のところに身を置くっていうことをまずやる、うんうん、ようにする。
でそれがでも体が動かせなくってベッドの上にいるのであれば、うん、もうベッドの空間を自分にとって安心できるものにする。ほう、それはまあアロマ、自分にとって安心するアロマを炊くであったり、うん、なんかこうお塩置きたいみたいな、そういうのちょっとね、気的にちょっとすっきりさせたいとかってお塩置くとか、うん、なんかちょっと掃除してみるとか、風をずっと通しておくとか、うん、なんか明かりを変えてみるとか、うん、音をずっと流してこう置くとか、うん、まあ、そういうことでも、なもう本当に今できることってたくさんあるから、うんうんうん、とにかく今自分はどんな場所にいたいか、どんなものが安心できるかっていうことをちょっとやってみて、うん、それできる限りやってみて、そこにまず身を置くっていうようにするっていうのがまず一つと、あとその上でそれでもやっぱり感情とかって、特に恐れとか不安とか、うん、自己批判とか自己否定って繰り返しこう波のようにやってくるから、うん、でそれはノートを活用する、セルフトークノート、そうそう、セルフトークノートみたいな、まあ、紙何でもいいよね、なんかもう紙でもいいし、紙とペンってことだね、紙とペンを持って、私は結構ベッドのとこに置いて、うん、ベッドから動けなかった時は、うん、で不安になったらとにかく頭の中だけその不安の世界に行っちゃうからね、頭の中だけ、心の中だけでそれを悶々としていると、うん、そうすると出れなくなるから、その世界に行く前にノートに書いて自分の世界に戻るの。何書くの？今の気持ち。で、そうするとね、何に対して不安なんだっけっていうようなことを書くようになるでしょ、うんうん、何が不安かを書くようになるでしょ、うん、そうするとなんかそれだけでなんかちょっと自分が納得していくから、すごく楽になれるし、根本的に割とそれで解決しちゃうこともある、うん、っていうのがまず一つ、うん、あとはなんかそれもちょっと難しい時はフラワーエッセンスっていうのがあるんだけど、うん、フラワーエッセンスのその要は焦りに効く、うん、インパチェンスっていうやつとか、うん、あとはなんか自分の中の感情を見つけて、今自分なんか責めてるなとかだったら、なんか自分を責めるようなのに効くようなものを、うん、ちょっと取ってみるとか、うん、結構そういうこう理屈ではないものの力を借りることで、その理屈的なものがこう覆されていくことってあるから、うん、なんかそういうのも併用してみるとか、まあ、お守りにもなるし、気持ちの、うん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 、なんかそんな風にして本当に少しずつ少しずつ自分をケアしていく、うんうん、でそのケアしていくっていうのは、結局自分は今どうしたいのって、どうしてほしいの、どんな場所にいたいのっていつも自分に聞いていくでしょ。でそしてそれを自分に与えていくっていうことで、自分の声を聞くっていうことになっていくから、うんうん、そうやって少しずつ少しずつ自分との信頼関係をこう築き直していく、うんうん、ともっと次の声が聞こえてくるから、で体もそうやってちょっとずつ元気になっていくから、うん、まずそこをやってみて、で気力と体力をある程度回復させるっていうことが大事じゃないと、本当に大切なことはなかなか見つけられない、なんか不安の中に吸い込まれちゃって、自分が弱いと、うん、なんかそうしていくことがまず最初の一つの、私がそれはやったことだったんですけど、うん、とてもそれでなんかこう自分の根本的なメッセージが見えて、うん、一気に元気になったこともあったので、ちょっともしね、共感していただける部分があるのであればやってみてほしいなって思います、うん、なるほどね、はい、僕からもちょっと伝えたいなと思うことがあって、まず仕事、まあ、ビジネスがうまくいっている人だとしても、焦っている時はうまくいかない、うんうんうん、なのでなんかちょっともっと早く成果出したいなとかって思えば思うほど、どんなに才能がある人でもうまくいかないっていうところが一個あって、うん、あと目に見えるものよりも目に見えないものを大事にした方がいいっていうのがあって、目に見えるものは例えば、フォロワーが3人しか増えないとか、メールの登録者が1人しかいないとか、なんかそういう目に見えるものってあるじゃん、うん、でそこを見てるとなんか全然本来の喜ばせるべき人のことを忘れてしまうから、
もっと目に見えないんだけど大事なものに目を向けるっていうことをすることが大事なんだけど、その前にさっき若菜が言ったように、まあ、そのいかにこうビジネスのお客様を喜ばせるかという前に自分を喜ばせるっていう、自分を整えるっていうのが大事かもね、まずはね、うんうんうん、体の声ってあって、うん、あの今どこがどのように調子悪いかで、うん、なんとなく心どんな感情がそこにさあって、どんな自分の動きがあったかっていうのが、うん、私の中では結構だいぶ見えてきてるのね、うん、自分がそう結構そのタイプがだったからすごく観察してきて、そうするとなんかね、またちょっともうちょっと気力と体力が回復したら、うん、そんなこともねの視点で、まあ、いろんな方がね、いろんな視点からそういうお話しされてるから、ちょっとそんな本を読んでみたりとか、本当にいろんな視点から自分を知るっていういいきっかけだし、うん、自分の声とか自分の言葉を聞いて自分の道を歩む時期だよっていうか、もう時だよっていうサインだったりするんだよね、うんうんうん、そういう時って。だからちょっと止まらせて、でちゃんと自分の声を聞けるようにその訓練をとかをさせてくれる期間を与えてくれていたなと私は思うわけ、うん、その時期って。だからそういう時期なんだなっていうふうに思って、これからどんなふうにどんな道を進んでいきたいかっていうところもね、少しワクワクな気持ちで、うんうん、希望を馳せて、そこに向かっていくために、じゃあどんな自分でいたら、どんな心でいたら、どんな体でいたら、どんなエネルギーでいたら私はそこに向かっていけるかなっていうところを、またプレッシャーを感じずに、うん、キラキラとした気持ちで感じながら、ゆっくり自分を癒してケアしていったらいいなと思います。はい、ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読フォローのボタンを押してください。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe.